アルブレヒト2世は、アスカニア家の先帝公で、帝国元帥、ザクセンビッテンベルク校。1260年に、父アルブレヒト1世が死去し、アルブレヒト2世と、兄ヨハン1世は、ザクセン校領及び、帝国元帥の位を共同で相続した。兄ヨハン1世は後にザクセンラウェンブルク校領となる地域を、アルブレヒト2世は後にザクセンビッテンベルク校領と、 なる地域をそれぞれ支配した1269年にマグデブルク城白領を手に入れた後ヨハニッセが支配するザクセンラウエンブルクとアルブレヒト2世が支配するザクセンビッテンベルクの最終的な分割が確定したビッテンベルクの発展のためアルブレヒト2世は1293年6月27日に町に都市法を与え特権を付与した 父のように、領地を守るため、アルブレヒト二世は激しい戦いをする必要はなかったが、それでもマグデブルク大主教ギュンター一世との間とは、常に紛争が絶えなかった。1298年、マグデブルク主教との間で衝突が起こった。アルブレヒト二世はこの時すでに頭に矢を受け重傷を負っていたが、この時のアケンにおける衝突においてやりで、疲れたことにより命を落とした。 アルブレヒトの遺体は、ビッテンベルクに運ばれ、アスカニア家の埋葬地となっていた、フランシスコ海修道院の聖火堆積の真ん中に埋葬された。1883年に、アルブレヒト2世が改装された時、校爵が荒谷アザブのシャツに覆われて埋葬されていた、ことが明らかとなった。そのシャツの胸の部分には錆びたてっぺんの跡が、確認された。 1273年10月24日、アーヘンにおいて、ドイツオールドルフ一世の娘アグネスと結婚し、6人の子女を設けた。ありがとうございます。